しむときだと思うんですよ、やっぱり。そこで、そのどういう状態というか、どういう魂で折れるかっていうのが、そこは全てやと思ってるんですよ。今日、相手何やったっけ？ちょっと LINE で、こんなテーマで、ぼやっとしたやつ送ってきてたけど、何やったっけ？ぼやーというか、いろいろとまっちゃんのテーマはですね、世界というか、このね、地球上というか、いい方向に持っていくという壮大なテーマを持って、まあ、社会貢献の意味なのか、あれなんですけど、やってると思うんですけど、一番、そんな大げさなもんじゃないよ。まあ、そうなんで言いすたいよ。こと言ってないで。言いたいこと言ってるけどさ、でもまあ、お金を稼ぐってのは置いといてでも、言いたいこと言ってるのにも、やっぱり救われる方もいらっしゃると思うんですよね。で、やっぱりコメント欄見ても、まあ、正直ちょっと真面目な話しますけど、コメント欄見ても、すごく、なんていうかな、悩んでる人が多く見てるなってのは最近感じていて、やっぱりその100人とか200人程度ですけど、それでも悩んでる方が見てくれてるわけですよ。で、やっぱり皆さん、やっぱり成功したいって思うことが多いじゃないですか。成功、まあ、成功っていうと何をもって成功なのかっていうと、もう人それぞれなんでっていうので、哲学なんてクソもないんですけど、ただ、やっぱりやっていく、生活していく、上で、やっぱ素直さっていうのはですね、やっぱり、どの世界でもですね、どんな状況においてもですね、素直さっていう言葉は出てくると思うんですよ。で、ここでちょっと、まっちゃんにね、今日話したいのは、うまくいく人の素直さとうまくいかない人の素直さって何が違うのかなっていうのを話してて、したいと思ってて。で、僕の中の、まずその素直さっていうのは何かっていうと、まあ、言われたことというか、指摘されたこととか、やった方がいいよっていうものを、まず実行してみる、実践してみる。で、そこからいい悪いを判別してやっていく。そうすると、まあ、人生って良くなっていくっていう風な感覚を持っているんですけど、ただ、まっちゃんの場合は、またそこの概念が、素直さすらいらないんだよって言い出すのがわかんないんですけど、わ かんないんですが、そう言いそうなんで気がするも感じもするんですけど、まあ、その上で、まあ、再度、まっちゃんの思う素直さの定義というか、どうなのかっていうのをちょっと教えていただけるといいかなと思って、今日はそのテーマで振っていきたいと思います。その素直さ系でいくと、ちょっとなかなかお話がしにくいっていうか、難しいっていうか、それっぽい、なんかな、話しにくい。だから、成功する、しないみたいなやつなんかは、そっちの方がいいかな。じゃあ、始めましょう。成功、成功しない風の話とか、幸せになるとかならない風の話っていうのも、これももう何十回ものお話の通りで、100人いれば100人違うし、70人送りにいれば70億人みんな違うっていうのが大前提。で、その何て言うのかな、いつもいつものお話通り、その比較対象っていうか、外の世界と、ね、相対比較してしまうと、俗っぽい感じの定義みたいな感じになっていくんやけども、単純に言うと、その成功するってことは失敗っていうのがあるわけでね、必ずね。そうでしまあ、ょ？勝利一体ですね。成功と失敗ですよね。で、幸せっていう話でいくと、幸福と不幸っていう話ね。これ、ツインの話ですよね。でね、これをやっていくときに、どこに基準を合わせるかとか、どこに、その、なんていうかな、それをどこに求めるか的な話、ちょっとしていきますね。お願いします。で、例えばね、分かりやすく言うと、私たちのこの三次元世界、肉体を持った物質世界ですよね、いつも通りの。で、この中で見ていくと、要は肉体が枯れ果てた後です。朽ちた時ですよね。いわゆる俗っぽい言い方でいくと死ぬっていうことですよね。死ですよ死ですね。ね。そうですね。魂とか意識体的なものは永遠に続くのか続かないのかっていう話は、ちょっと今日はもうこっち置いときますね。横にこっち置いといて、まずは、この世の世界っていうか、三次元世界の話でいくと、誰かが死に向かって進んでいってるわけですよね。これはもう間違まあ、そういう、まあ、そうだいね。ないですよね。木とか樹木とか生物、どんな生物であっても、人間であってもそうなんですけど、死に向かって
動いていって進んでいってるわけよな、ね、これな、はいはい、これも事実ですわ、これ 100% の事実ですね、事実ですね、うん、はい、でその中のお話でいくと、はい、じゃあどの部分を切り取るとか、そのどの部分を見て幸福不幸、はい、あるいは成功失敗っていうところに何ていうか焦点当てるかっていう話になってくると思うんですね。そうですね、そのおっしゃる通りですね、はい、ね、僕が考えるというか僕が思う日々思う、うん、その幸福不幸、うん、あるいは成功失敗、うん、成功不成功的な話ですよね。そうです、これやっぱりね死ぬ時だと思うんですよ、やっぱりそこでそのどういう状態というかどういう魂で折れるかっていうのがそこは全てやと思ってるんですよ。いやー、やっぱり最終的に死ぬ、うん、死ぬまでわからないってことですか。いや違うんですよ、だからじゃあ日々の話しようか、毎日毎日毎日の瞬間で私たちは生きてますと、うん、でまあ無駄な行動であったり有益な行動であったりいろんなことあるんだけども、うんうん、それも全部ひっくるめて、うん、死へ向かってどういう風に進化していくかとか、うん、魂的なもの意識的なものを進化させていくかっていうのが多分その宇宙から見ると宇宙全体からいくと問われてることだと思うんですね。だからそのあまりにも、まあ、以前にもお話したんやけども、そういうこともひっくるめてあんまりこだわりすぎるとかね、うんうん、なんていうのかな、その俗っぽいところにこだわりすぎたり焦点当てたりすぎると、うん、その成功失敗の定義もそうなんですけど、キリがないっていうことになるんですよ。わかるかな、うん、だからあれもこれもあれもこれもこれが成功だ、これを持てば成功だとか金銀財宝とかお金だとかいう話になってくるわけでな、これな、うん、まあね、うん、でこれでいくとね、永遠に私たちの短い80年長くても100年ぐらいの短い人生とかね、で中でおいては、うん、キリがないことになるんですよ、こんな、はいはい、うん、だからどこに焦点を当ててその毎日毎日日々をその過ごしていくというか、自分の魂をこう進化させていくかっていうのが僕一番課題だと思ってるんですよね、はいはい、うん、定義ってね、うんうん、でこうこれが相対比較のない世界ですし、うん、単純に言うとさっきのバカボンのバカボンテーマの話じゃないけど、話だったね、うん、これでいいのだ的な話ってあるじゃないですか、うん、バカボンのパパがよくこれでいいのってあれね、うん、でどちらかというとその仏教的な話でいくと天上天下唯我独尊みたいなやつだったり、はいはいはい、まあ、あれもともと天上天下唯我独尊っていうあの言葉って、はい、そもそも皆さん一人一人の中に宇宙的なものとか神的なものが宿ってるんですよっていうのがあの意味なんですよ本来、はいはい、だからそれぞれがみんなが宇宙であり神であるっていう意味合いなんですよ本当はね、うんうん、ただまあ俗っぽくその表現されてるのはあるがままとか、うんうん、まあ、あのもうちょっと気楽に肩の力抜いていきましょうみたいなのが俗っぽい解釈になってるんです、うん、本来は違うんですね、うん、はい、で成功と失敗とか幸福不幸の定義と一緒でね、そのさっき、まあ、死ぬ ところに焦点を合わせるっていう話をしたんですけど、はい、じゃあこの途中経過をしましょうよ、それまでの、はいはい、でそれもね、そのキリがないっていう話と一緒で、自分がこれでいいのだっていうところだと思うんですよ最後は。なるほど。ああ、要は自分自身がその考えるというか、その幸福だと思えるところってある一定基準ってあると思うんですよ、いろんな意味で、いろんなもの、うん、精神的なものもそうですし、まあ、仕事的なものもそうですし、うん、で持ってるものお家だとか、その、うん、何でもかな、宝石だとか、うん、例えばお金だっていうのもそうなんですけど、ある一定基準ってあると思うんですよ、これぐらいっていうのがね、うんうん、こんな感じで生きていきたいと、うん、でこのバランスが崩れると、ひたすら忙しいばっかりで、働いてるばっかりで、うん、寝る暇もないし、夫婦が悪いし、子供ともややこしくなって、死ぬ時に私何してたんでしょう、うん、みたいなことになりますっていう話ってよくあるよね、うんうん、ありますね、うん、ということでしょう。だこことのバランスを取るのは、うん、最終的には人に聞くことではなく自分で考えることですよっていうのが、うん、いつも通りのお話になっていくわけよな、うん、でそのために考える材料、うん、考えるためには材料が必要なんで、そこを少しお話ししていきますよっていうのがこの動画のいつものテーマってことなんですよね、うんうん、何グラム出てきたこれで、これで最終的に方向が定まりましたけど、はい、じゃあ、成功と失敗、まあ、素直になることの重要さっていうのも、結局、その、なんだ、結局自分で決めろってことですよね。
いや、だからね、その素直っていうのがここに来て出てくるんですよ。自分自身に素直になればそれが成功ですよってことになるってことなんですよ。分かったね、これ。ああ、自分自身、ああ、なるほどね。だから、自分自身に素直になれないやり、生き方的な考え方的だったら不幸ね、私ってみんな分かってると思うんですよ、これ多分。なるほどね。ですよね。ですでね。も、その自分自身のどれが素直なのか分かりません的な話だと思うんですよ。これ分かるよね、言ってること。わかります。言ってることわかります分かよ。るよね。じゃあ自分自身のその素直さ的な本来の自分自身の素直さ的ってどんな感じなの？みたいなことってあるじゃないですか。ありますこれね。をね、これを理解というか、なんていうかな、感じ取れる的な話っていうのは、やっぱりね、大きな視野で見るしかないんです。まあ結局客観的に自分を見ろってことじゃないの？客観的というよりは、イメージするとね、例えば宇宙っていうものをまずイメージするんですよ。宇宙っていや、宇宙。これね、皆さんよく笑われるんですけど、ここ理解せんと、なるほど。無理なんですよ。宇宙を見てどうするんですか？で、今度その中の、銀河系ってあるよね。銀河系で、ポツポこれツありますね。宇宙全体から見ると銀河系なんて、もちっう、ちゃなものなんですちっよ、あこいんもなのですよね。そうですよね。銀河から見るとそうですね。で、私、太陽が生き物、生命を育ててますよっていう、あの太陽でさえ、宇宙全体から見たらちっぽけなもんなんですよ。ただ燃えてるだけみたいな。大宇宙に関してはね、そうだね。そうでしょ？で、その銀河系の中にまた地球があるわけだな、これな。そうですね。で、その中にアリさんよりもっとちっちゃい私たちがいるわけですよ、なんか。まあ、そうですね。だから、こういうね、見渡し方をしていくと、何が理解せんでええけど、なんとなくぼやーっとそんなに深く考えることみたいになってくるわけよ。まあ、たかだかその遠くから見るとこんなに離れてるところの地球いや、の。離れというよりちっぽけなもんなんです、と、そもまあ、そも。僕らそうですね。僕らにとってはすごい広いように見えても、大宇宙の全体上の客観視から、全体図から見るとちっちゃい存在ってのはわかりますよってことは。そうオッケー、です分ね。かった。わかります、それは。じゃあ、だから、別に大したことないねんから、何も考えんでええやろとかいう話でもなくて、結局ね、この宇宙っていうか、その宇宙全体なものを、この構成してるっていうかな、なんか作り上げてるっていうか、動かしてるものっていうのは、ある意味ね、人間の心的なもんなんですよ、やっぱりどうしても。はあ、なるこほど。の生命体の意識的なもんなんですよ。だからその物質がどんなビル作ったからとか、どんなロケットを作ったからとかね、で何やったっけ、宇宙探査衛星作ったからって言って、宇宙と何かをつながれるとか、その理解できるっていうもんじゃないです。あれただ見えたとか見えへんかったとか、それだけの話になって、そうじゃなくて、その自分たちの意識がこの宇宙も作り上げてるぐらいのイメージを持つと、だから、じゃあそうなってくると、私たちが生きて、肉体が生きてる間の80年間とか100年間って、どのようななんていうかな、考え方でこれを歩んでいけばいいのかっていうのは、おのずと結論が出てくるわけですよ。なんとなく分かった、これね。だまあ、から、なんとなくぼんやりとは言ってることは分かりましたね。やっぱり、でも、万人にとってはやっぱりみんなポカーンってなることは多いでしょうね。多分、一般人はね。でもちょっと、これ、何回目の動画終わるんだけど、いよいよちょっとギア上げていきますよって前回宣言した通りギア上げていってるんで、余計ますますわからんような話になっていくと思うんですけまあ、ど。ただ大宇宙から見るとちっぽけな人間なので、そう考えると、まあ、こんなもんなのっていうのは、もうそんな気にしすぎだっていうのはすごく感じますね、今の発想から見ると。ですね。で、さっきの素直な話、要は自分の本当の素直な心ってどこにあるのみたいなことって、やっぱりね、さっきこの、やっぱ宇宙的な感覚を、もうこれ、本当か嘘かなんかどうでもいいですよ、はっきり言って。誰も見たことない、誰も分かんないですから、ああだこうだ言ってるだけでね。自分がそう思ってればいいと。そういうもんなのねと思うと。じゃあ、幸福、素直っていう感じになると、もうそもそもこんなもんに抗えないんじゃないですか、宇宙に。抗いようがないもん、抵抗のしようがないもんですよね。じゃあ、その中の宇宙的なものの法則とか、自然的な法則みたいな感じですよね。そうですね。これとともに共存して生きていくとか、あるいは、なんていうか、目に見えない力を借りながら自分たちの魂を磨いていくっていう方向しか道がないわけなんですよ。
そうですね。結局、うん。そういうことなんですね。はいはい、ってことでございますよ。うん、そういうところをこう、まあこう、仏法っていうのかな、まあ、あのブッダなんかは結構こういう教えじゃないけど、こういうことを言ってるわけよ。はい、うん。うん、まあ身近なところで言うと地球上の話、まあまあ宇宙的な話でも諸行無常とかね、はい、うん、あれっていうのはもうそのこの宇宙もそうなんですけど、その固定されたものはないんだと、そもそも全てが移り変わっていくんだということですよね、はい、うんうん、だからこれは人の心的なものも同じことなんですよ、うんうん、そもそも移り変わっていくんですよね、うんうんうん、でも移り変わっていくんであれば私たちはやっぱ新しいっていうか進化した人類として移り変わっていきなさいよっていうのが宇宙の法則みたいなもんです。これ法則なんですよ、はい、うん、誰が決めたとかどうとかじゃなくて、うん、なるほど、うん、そこを理解してればその、うん、幸福にしかなりようがないってことになるんですよ、うん、はいはいはい、うん、ちょっとまだ難しくなってきたから、うん、ちょっと俗っぽいとこ行く前今からじゃあ、でね、いつも通りの世界の大転換期グレートリセットみたいな的な話で言おうか、こっちの方がみんな分かりやすいと思うんで今、まあ、いつも通りのお話通り起こってることっていうのは宗教支配の終わりなんですね、うんうん、この宗教支配って何なのかっていうことを今お話しますね、うん、私がこの言ってる宗教っていうのはその神話っぽいところから始まってるやつですよ。分かりやすく言うたらキリスト教であったりとか、はい、イスラム教であったりとか、はい、まあ、日本の場合これ言ったらなんか言いにくいものがあるんで、なんちゃら宗なんちゃら宗みたいなやつとか、まあ、人の宗教っていうわけな、はいはい、今日は神話ですわ、はい、神話ですね、うん、こういう神話があってこういう国がの成り立ちはこうですよとか、はい、であるいはこうしないと地獄に行きますよとか、はいはいはい、こうしたら天国に行けますよとか、はい、施しをしなさいねみたいな、はい、あの、ね、形ですわ、形式ですわ、うん、であの形を作ることによって人々をコントロールするっていうわけじゃないけども、はい、その一つの方向に統治するみたいな、はい、な、これ言い悪いんじゃないよね、うん、そうせざるを得ない時があったわけ、時代にね、そうですね、うん、でこの宗教が終わりを告げるっていう時代なんですよ。なるほど、うん、あ、これちょっとあの話それるけど、あの仏教っていうのはちょっと違うからね、あれはあの、うん、神話っぽいやつが中に入ってないんで、さっきのブッダの話だけど、なるほど、なるほど、うん、明るいとかこうしなさいああしなさい的な話じゃないんですよ。ただこの世の真理を説いてるだけのものなんで、うん、いいかな、その宗教支配が終わりを迎えていくと同時に、うん、まあ西洋社会ですよ、イギリス、フランス、アメリカとか、まあなんだらかんだらってあるんですけど、うん、西洋の国々が植民地支配ですよね。よその国ってその強奪するとか、よその国って奴隷にするとか、はいはい、ああいうものの終わりなんですよ、はい、うん、ね、でアメリカなんていうのはご存知の通り、イギリスから流れてきた人たちが、ね、はい、まあ、ドイツからとかヨーロッパから流れてきた人たちが、はい、その原住民を追い出して殺してああなったわけでしょ、はい、なりましたね、うん、オーストラリアにいたってもそうでしょ、オーストラリアにいてもアボリジニっていう原住民がおったのあれを全部虐殺して殺してああなったわけですよ、うん、はい、そういうことでしょ、だから、はい、ああいうのも終わりを告げるっていうことなんです、はい、で、うん、今はそのロシアのプーチンさんがね、西アフリカ、まあ、アフリカの国々と全部手を組んだよね。これアフリカ何カ国あるのかな、うん、50カ国ちょっと覚えてない、自分で調べて47ちゃんのかな、アフリカの国々って、うん、このうちの40カ国がもうロシアと手を組んだわけですよ、うん、ね、世界はもう二極に分かれてしまったわけ、これで完全に、うん、で特に西アフリカなんていうのはフランスの植民地、未だにやられてたわけですよね、うん、あ、セネガルとかなんだらかんだらっていう国ですね、はい、あれがみんなロシアと手を組んで、もうそういう時代じゃなくなってるんですよ、なくなったんですよ、うん、現実的に、うん、これ事実なんですよね、うん、ってことは独立自立なんですよ、これ国々地域がそうなってるんですよね、うん、今徐々に起きてることっていうのは、要は、はい、植民地支配奴隷制度、要は、西洋諸国からの解放っていうことなんです。でそこから解放されて自立していくっていうことになったわけでね、うんうん、頼ってた方が楽な部分もあったんだけども、自立しますとみんなが、はいはい、なんで私がいつも毎回毎回言ってるように、じゃあ人々もそうならざるを得んよねっていうのがこの流れなんですよ、うん、今の時代の、はい、うん、もう始まってるわけな、はい、でそうなってくると、今俗っぽい話で言ったら分かりやすくなってきたよね、こうなってくる
と、それぞれがその変な宗教支配に侵されなくて、自分たちが自分たちの精神的な文化ですよ、本当に。精神性を軸にした、その本当に宇宙とつながるような、その争いのない世界へ入りましょうっていう流れなんですよね。そうですね。ということですよね。で、やっぱりね、でもね、やっぱり貧困とかね、その飢餓とか、その赤道直下っていうかな、アフリカでもそうなん、まあ、東南アジアもほぼほぼそれなくなりましたけど、アフリカの国々ってやっぱり赤道直下の国々ってね、そのどうしても飢餓に悩まされてっていうのはね、やっぱり農業っていうか、その穀物っていうかな、要は地味っていうか、土地というかね、超えてないんですよね、やっぱり。で、取れる穀物っていうのも、やっぱりその気候的にとか、雨とか気候的とかね、まあ、あるいはその限定されるわけですわ。なんかどうしてもね、飢饉とか飢餓になりやすいっていうことがあったりするわけよな。でも、これを、こういう世界中の人々が飢餓とか飢饉的なものを、これをなくしていかないと、どうやったって世界はもう、その幸せは来ないし、争いのない地球的なものにはならないんですよね。で、その西洋的なその力っていうか、その植民地支配的なものがなくなっていくと、これをね、じゃあ次世界平和に役に立てるって誰がやっていくの？みんなでっていうことになってくるわけですよ。そういうことでしょ？で、そうなると、本当東洋というよりも、本当我々、日本の人ぐらいしか無理違うかなっていうのは結論なんだな。だから日本の時代、日本の時代ってある一部でも言ってる人おると思うんやけども、これどういう意味かというと、そういう精神性、なんていうのかな、その調和したとか、共生的な精神性を持って、その穀物なんかそうなんですけど、宇宙とつながる意識を持って、そういう、土地が超えてないところを開墾するっていうかな。そういうところでも、その豊かな穀物が実るような、その何かを作っていくっていうことは、日本人しか無理なんじゃないんでしょうか、的な話なんですよ。こういうことになっていくと思うんですよ。で見るとね。じゃあ、私たちはどういう魂とか、どういう精神性で、いないといけないんでしょうかっていうのが結論的な話になってくると思いますよ。これで分かった？俗っぽいやつ。ちょっとこれも俗っぽくないかな。もっと身近な話。わかる人とわからない人の差は激しいかなと思います。なんとなく言ってることは、要は支配とじゃあ素直って何に結びつくんだろうっていうところですよね。まあだから もっと身近なところ行こうか。ズームアップやな。今宇そうで宙すに入ね、って、そうですね。バーッとズームアップして、アイちゃんの家に入っていきますみたいなところで。そう行きましょうか。アイちゃんの家に入っていってビール飲んでる状態で行きますみたいな。膨大すぎるんですよ。まっちゃんの中では、頭の中では膨大すぎるんですけど、まあ、そうですね。僕の今、話を聞くときに、ポカーンとなってますね。OK。でもね、これはね、大事な話なんで伝えておきます。こういう感じを理解できないと、本当いつも通りの話通り、自分の足元ばっかり見てるだけになるんで、果たしてこれが自分がじゃあ死を迎えたときに、本当に幸福だったのかっていうのが、ここに結論になってくると思いますよ。それはわかります。そう。それはね、何度もまっちゃんと話してる中でもそうですし、動画見てる人もそうですけど、わかるとは思うんですけど。端的に言うと、まあ、なんちゃら政治家とか、なんちゃら企業の社長みたいな、大企業みたいなとか、あんなんと一緒でね、てめえのことばっかりね、てめえの懐ばっかりね、やってたらね、最後幸福になったんでしょうかみたいな話になるってことですよ、俗っぽく言うとね。だから、そうね。こういう大きなところから見ていかないと、自分自身の命というか、生き方っていうのは、どこにその役に立ってもらえるんでしょうかすらわからない話になってくるわけ、これ。結局、その目先のそのことしかみんな考えてない人が多いってことですもんね。だから、そうなると、やっぱりね、死ぬ時に多少後悔って僕はあると思うよ。で、逆に死生観的なもんもない状態になってるんで、俺は一生何してたんだろう、ああ、みたいな感じで、死ぬ死ぬ苦しい、もうちょっと生きたいっていう感じになるはずなんですよ。まあ、もうちょっと生きたいとか。根本的にそうですもん。人間は生きているか死ぬかのどっちかですかね。本だか当ら、に。その、もうちょっと生きたいとか、悔やむとか、悔しいとか、あの時ああしてればよかったとか、そういう念が出てくると思うんですよ。
これがない状態が僕一番の幸福な生き方やと思ってるんですよ、やっぱ。やっぱりそのまっちゃんの話は全部やっぱり死ぬか生きるかどっちかの選択で、本当に、まあでも死んで向かっていくっていうところに向かって、最終的にどう死を迎えたいかによって、で、最終的な結論に至るっていう感じですよね、話の根本的に。だから、いろんなね、人がいろんなお話してるし、僕いろんな本も結構読むんですけど、ここをね、明確じゃないけど、ここから始まってないんですよ、全部が。結局自分の、まあ、英語って言うと失礼かもしれないまあ、自し、我だな、自我。自我はあっ自我。ていいんですよ、みんなあるんで。あるんですよ。これもう、ドーマンの猿でもあるんだからね。猿、ずっとこうやって何か食べてるでしょ、猿、頬張りながら。まあ、あれはあれで仕方ない人間もあるんで、これは仕方ない、これは認めればいい。だからこれは、ここを逆に言うとね、これを認め、この自我を認めない状況まで行くと、これは素直じゃないんですよ。猿に。素直な話でいくと。だから、この自我を殺すっていう言い方はおかしいですけど、まあ、コントロールせなあかんねんで、それがやっぱり知的性。この自我を無理やり殺して何かお布施しなさいとか、こういう修行を積みなさい的な宗教ってあるんですよ、現実ね。ありますあれはね。ね、嘘としか僕思えない。どう考えても嘘やろ、これ。わ かる？この修わか行りしたます、らわ幸せになりますよとか。だかりから、ます。こういうところでも素直さを持つっていうのは、それ嘘やろと思えるっていう心なんです結よ。局、おあれだよね、もう素直ってさ、個人的に思うんですけど、やっぱ幸福にもつながりますね、全部そうね。ですよ。結局のところ、その素直って、そのよく言う素直で生きろっていう、最初僕が言ってた定義って、まあ、いわゆる属人性で言ってしまうと、その一般的に言うとお金を稼ぐという部類において素直なやつがいいっていうふうによく言われてるじゃないですか。そこの話でいくわ。分かった。愛ちゃんの話、ちょっと終わって悪かった。ごめん。そこやな。そういう感じや。分かった。そう、そこそこ。まあまあ、もちろん、今の言ってる生きる意味の素直さっていうのは確かにその通りですと。それは分かりましたと。じゃあ、お金を稼ぐ素直さって何なんですか？これでいいのだっていう感覚持つってことちゃおうかな。だから、受け入れるってことですよ。何事も、何でも。だから、何でも受け入れない心っていうか、拒否する心的なものがあると、もうお金儲けの話、愛ちゃん好きそうなんで、それ言うけど、じいゃや、あ、もうみんなそうみんでなすそよ。れがだっ喜て、べみよ。んでも、愛なちゃん、YouTube の世界の人たちは、お金儲けのことばっかりがよく言いますよ。それ、わかったわかった、するする。みんなが喜んだ、するけど、これもキリがないからね、本当に。言っとくけど。キリがないからこそいいんですよ。だから逆に、キリがないからこそ、まっちゃんの答えっていうのが重要なんですよ。あんまりそんなことばっかり考えてたら苦しむばっかりですよ、みんな、みたいな。いつまでそれをやり続けるんですか、みたいな話になってくるんで、でもね。まあ、これ置いとくわ。それがみんなマスに引っかかるらしいんですよ。フックがこうね。フックがまあ、そこう。こだけは、でも、まあ、今から話するんで、そこだけ分かっといてねっていうことです。そうキリがですね。ないですよっていう話ですはい。よ。オッケーオッそんケー。なこと、大いつ、前提で、でね。それを最後までやり続けて、あなたは本当に幸福だったんですかって自分に問うっていうことをやっやってとね。30分になってから本題が来るって。よっしゃ、分かった。そう、究極の俗っぽいやつやな。でね、要は受け入れるとか、そういうことをしていかないと、例えばね、10個の何かが巡ってきたとしましょうよ。目に見えるものとかね、見えないものも含めてね。その10個の中の2つとか3つしか拾わない人が多いんです。自分のアンテナに引っ掛けない人が。で、アンテナに引っ掛けないっていうことは、そういう人たちとの関わりも最初から断ち切ってる人たちが結構多いわけよ、これ。なんでか分からんけど。不思議です。不だ思議ですから、わ。100あったものを20には最初からまず減らしてるんやから、そのスタートから大変ですね、みたいな話になってくるわけよな、これ。受け入れない心とか、例えば、じゃあお金的な話だったら商売でしょうか。もうどこに勤めて、どういう会社に勤めて、どこやったら正解なんでしょうか。そんなバカみたいなことやめて、商売ですんで。何の商売がいいんでしょうか的な話するで。で、これも何の商売がいいんでしょうかってやって成功する系ってないんですよ。みんながやってないから成功するわけよ。でしょ？でも、みんながやってないことを、その見つけて、想像して、それを形にして作り上げていくまでって、並々ならぬ努力っていりますよねってことですよね。ですよね。でもみんながやってないところだから突破口があるわけですわな。そうですまあね、突破口ごもっともですね。
あるわけですわな。はい、だからまずはその最初のところの何でもこう受け入れる力さえあれば、見えるもんがまずそもそも最初から広いんで、もうそのちゃんそこで全然差が出てるというのと、でそこからやってみる的に力の話になっても、その自分がある程度確信を持ってるわけですわな、感性的なものも磨かれてるわけ、はいはい、視野ですよね、視野を大きく見てるから、はい、この視野を大きく広げてるっていうのはどういう状態かというと、素直な状態です自分のね目線を、だからいいのね、もっと、はい、もっと俗っぽうしたろか、みんな分かるように、あの公務員のなんかこう暗い人っておるやん、いますね、怒られるから暗い、いますね、いますね、うん、だああいう人らにこういう話しても理解できない人って結構多いわけよ、頭固いですからね、そうですね、もうそれだけで分かるでしょ、もうそれが参考で、うん、あれが素直じゃない状態ですよもうこれでいいんじゃん話いやいやいや、まあまあまあそうなんですけどね、そうなんですけど、結局そこがやっぱり僕が思うのは本当残念な人が多いよねっていう、もうちょっと人を受け入れるだけでちょっと変わるのにもなっていうことが多いなっていうのはすごく思いますね。特に前の自分もそうでしたし、抹茶に会う自分はそうだったんですけど、やっぱりその、なんだろう、拒否しちゃうっていうか、知らないことについて拒否しちゃうというか。だから、あの、あるんですよ、やっぱり。もう俗っぽいの、これでいいか。もうこれで十分分かってるよ。分かりました、分かりました。だから、ある程度ね、まあその人によるけど、ある程度ね、子供の心持ってなあかんよ。そうですよね。じゃないと自由さなんで、で結局素直、自由さとか素直さっていうことでしょ、結局単純に似たようなもんですよ、これ。そうそうそう。もう今のまっちゃんそのままですけどね、やっぱりね。だこれが結局、じゃあ引いては幸福的な話。っていうか、うん、要はね、そうそう、素直であったり心の柔らかさとか柔軟さみたいなものを持ってると、うん、まあ、毎回毎回のお話通り何があってもそれがどうしたみたいな感じになるわけです。だから、うん、要は死ですよ、うん、この死ぬっていうことを事実ですわな、これを理解してどう死ぬかっていうことを自分でしっかり考えておくというか、そういう準備というか、そういう概念を持ってれば、うん、何が起きたってそれ全部大したことないんじゃないのみたいな話になるわけですよ結局は全部がやっぱり全部が死で始まりや、あ、始まりじゃなくてな、中心点が死ってことですよね、なんかね、だからこうなると夫婦喧嘩がもうないし、うん、子供が学校行こうが行こうがどっちでもいいことやし、うん、あるいはなんだその会社が潰れようがどっちでもいい話やしみたいなことになっていくわけですよ、なんか言われそうですけどね、まあ、いいですよ、潰れるのみたいな、潰すのみたいなことでって言われそうですけどね、うん、いやただね、ここで大事なのは、会社が潰れようが何があろう、はい、人の心を壊してはいけないですよっていう話になってくるわけですよね、人の心をね、だから人のつながりさえ壊れてなければまた一からやればいいじゃんみたいな、だから話確かに、まあ、人のつながりは壊しちゃダメですかね、確かに綺麗だから、うん、結局は人の心的なもんになってくるんでね、あ、はい、会社ってある意味形だけのもんなんだよな、別に変なルールが決めた形とか、いや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 、コンクリートの建物とか、それぐらいの程度の話じゃないですか、はいはいはい、だから人の心が壊れてしまうと、会社がどうとか どうじゃなしに、どうにもこうにもならん状態になるわけですよ、これ、もともとそうでしょ、そうですね、だから本当のところ、本当の大事なところは何かっていうのを見ていくっていうのも、やっぱある程度素直さがないと、うん、なんていうのかな、その国の法律に重きを置くみたいなやつとかな、何かわけのわからん、全然理解できない話になっていくわけですよ。そうでしょう。そうです、そうです、そうです、そうです。あ、なんか杓子定規にこれはダメとかね、あれはダメとかなるわけでしょう。それ誰が決めたんやってたら、あなた決めたんですか、いや、なんか国が決めてるんですって、なんでそれに従うんですかみたいな話になるわけじゃないですか。分かった、これね。うん、これは分かる。OK だと OK です。やっぱり多くの人が、ね、やっぱりそれ悩むんでね、やっぱりその。悩むほどのことじゃないって、だから。悩むほどのことじゃないのに関わらず、それができないからって言ったら、前に進まない人が多いんですよ。だから、いちいち下のことに関して、お前素直になれよ、素直なやつが成功するんだよって、よくビジネス書に書かれてるわけですよ。いや、その
この素直っていうのは俺の言うこと聞けよっていうやつやろ、多分内容としては。まあ、内容としては俺の言うこと聞きそうだと、俺の言うこと聞けよ、お前素直に行動しろって話なんですけど。そう、それってだから宗教の経典と全く一緒ですわ、言うこと聞けと。それは言うこと聞かんよ、そんなもんで。でもみんな言うこと聞く人がいるんですよ。で、うまくいっちゃう人もいるんですよ。俺の言うこと聞けって、それでうまくレールに乗らせて、うまくいくってビジネススタイルもあるわけですよ。で、ただ、それはでも人生としてつまんねえよなと。いや、結局自分が決めて、自分がやりたいことを自分で感受性で受けて、それでやった方がいいねって僕も思ってる側の人間なので、やっぱりそう言ってるためにはちゃんと言語化をしていかないといけないじゃないですか。理屈としてこういう仕組みがあります。仕組みがあるから、結果的に、それはこういう変な仕組み、素直だよと。で、実際の素直というのは、最終的にもう自分の豊かにするためというか、その死に向かっていく中で選択肢を多く持たせる。ための素直さは大事だよっていうことはすごく今日分かりましたよね。もう一個話しようか。ちょっと時間あるから。ほんならね、俗っぽいとこで行こうか。お願いします。こう、やっぱりね、その素直になるっていう感じってね、やっぱ因果法則みたいなものも引き寄せ、因果法則みたいなものも引き起こせることになってくるんだよな。因果法則ですか？わかりました。で、これちょっと仏教系になってくるんやけいいですよ。ど、どうぞどうぞどうぞ。物事ってやっぱり因果ってあるんですよ。要ああ、は、それはありますね。で、果っていうのは果実の果、これ結果ですわな。で、因っていうのは原因の因ですよね。で、やっぱり原因がないのに結果が生まれることはまず100、ないですね。ないです100%ね。ないわけやな。何ないかですの原因があっね。て結果があるわけやな。ええかな。でね、ここでね、素直さが大事になる一つを挙げていくとね、この結果の果っていうのは、縁ってわかんない？縁。え、縁、縁。縁、因縁とか縁。そっちのいい人でのす。縁。そのいいんで。まあ人の縁は縁ね。で、この縁、因やろうな。原因の因な。で、縁があるのかな。この縁と因があって初めて結果って出てくるんです。ここを理解するといいんですね。で、これどういうことかというと、例えばね、私たちが生まれてきたっていうのは、おぎゃーって誕生してきたのは結果なんですよ。これ、かーなんはい、です。かーな。ね、で、これには因があるんですね。理由がありますね。で、因は何かっていうと、どちらかというと皆さん、お父さん、お母さんが原因でしょって考えがちなの。これ、実は違ってて、仏教でいうこの因っていうのは、原因っていうのは、その前世ですよ。先生、前世の魂とか意識って生きたもんですよね。その人がどなるほど。ういうふうな考え方とか意識を持って、魂を持っていたかっていうのが原因なんですよ。で、縁っていうのがお父さんとお母さんがおったと。これが合わさっておぎゃーと出てきたっていうのが仏教ですかね。でね、もうちょっとわかりやすく言うと、私、まあ、いい奥さんと結婚したから幸せだみたいな話もあったり、これも縁なんですよ。で、結果が今こんななんかバカボンのパパみたいになってる。まあ、ええけど。それはええ。で、これものも皆さんご夫婦でいろんな人がおると思うんだけど、こういうのにも感謝するわけよな、やっぱ私の場合。いや、奥さんだったら物事、大変です。できたことに関してね、感謝すちょっるとね。綺麗な話すぎる。まあ、いいじゃないですか。全然いいと思います。まあ、それだけじゃなしに、例えば、縁で、愛ちゃんの縁も縁とかね。まあね、みんなの縁もそうですよ。だからだからね。商売的な話になってくると、こうなってくると理解できるのがね、原因を作ってんのは縁なんですよ、人との縁なんです。そうです。それはすごく感じますよ。僕も常に縁には恵まれてる、ここまで来てるんで。そうでしょ？で、だから新しいものが生まれてくるわけでしょ？そうですね。でも、これ素直になってない、卑屈な人には縁が来ないんですよ。まっちゃんに言い返せますもん。だって、まっちゃんが、ね、娘さんの話出すのおかしいですけど、娘さんが一人暮らししたいって、一人暮らしされてたから、そこで彼氏ができたわけだし、で、彼氏ができたら彼氏がまっちゃんのところに来て、歌マンって作るとかっていう縁ができるわけじゃないですか。で、まさしく、素直になるという、まっちゃん自身も自分自身に素直になってるから、いろんなものを受け入れるってことなんですよね。だからこれも
円と陰との結果の循環っていうか循環ですよね。でこのサイクルを永遠に続けていくと私幸せみたいな感じになるみたいな、はい、そうですよね。どん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 円がこう螺旋階段みたいになってきますからね。こうぐる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 で上に上がってきまして最終的に死に入っていくってことですよね。そういうことなんだな。これはこれは本当にそうなるのが一番わかりやすいですよね。だから例えばさっきね一番この動画今日の冒頭で言った、うん、うちの娘が彼氏家に連れてきましたと、はいはいはい、同級生ですよと、まあ、16歳、はい、お互い高校行ってないわな。あお互い高校行って、お互い高校行ってないの。あらすごい。あいいいいカップルで、君な職業君何してんの毎日。いや僕歌手ですって言うから、じゃあこれねちょっと偏見で言い方悪いけど、さっきの公務員の、はい、暗いおっちゃんがお父さんでそんな学校も行かんと歌歌ってるようなやつはダメだみたいな話になってくると、この縁も消えるわけですよこれ全部。そりゃそうよね。でしょ、これもある意味素直さっていうか柔軟さっていうか、うん、まあこれでいいのだみたいな世界ですよ単純に言うと、うん、でそのこれでいいのだってこっちが思ってニコニコ笑いながら俺の歌を作ってくれっていうお父さんなんですかこの人って向こうは思ってるわけよ。このおっちゃんなんやみたいな、おかしい人ですよ。怒られると思ったら怒られないで迎え入れるってことか。いや怒られるじゃん、君名前なんていうんだ、どこに住んでるんだとか普通聞くやんか、君の名前はとか、うん、どこに住んでるのとかそういう話なしで、あったし歌手ですって、あ俺の歌作れみたいな。もうねおもろいわ。そうやな、はい、はい、いいっすよみたいな。いいね、かいいね。だからそういうこの YouTube のあのねエンディング作ってくれって言えばいいんじゃない。そうそう、それで多分これでいいのだって。これでいいのだルルルルルンっていう感じのさ曲をさその作ってもらって、そのボードの最後に言えばさ、でこれの動画がバズればさそのまま。要はまた何話してんのかよくわからない。だいぶ結構今日気合い入れていったけどな。宇宙的な方向から。まあそうですね。あでも結局でも宇宙的な法則はまああの2つ、まあ2つあると僕は今回のことを整理してて、まあ宇宙的な法則はその通りで、これは全体像から見る法則じゃないですか。でも一般の人だと全体像から見る領域まで行く人ってもう、まあ、ピラミッドで言えばそんなねそこまで行ける人はいないのでいないので、はい。いやいや難しい話でもなんでもないんで、ちょっとねせっかく、まあ、この動画を見ていただけるっていうことは何かで縁があったわけですからね、はいはいはい、ちょっとだけでもその何かを知るとか、何々性がどうやとか、ブラックホールがどうやとか、宇宙がどんだけの広さあるとか、そのヘリクスはどうでもいいんですよ、ここからしたら。そんなことはどうでもよくて、イメージしてみるってことですよ、もっと大きなところが。で大きなところからだん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 こうちっちゃくしていくように見ていくと、あのやっぱりあれですね、抹茶の場合絵描いた方が早いですね、本当に。だからでっかい本当に宇宙に惑星がポンポンポンってあって、その地球のところがあって、もう地球のさらに奥底にちっちゃい生物がポンポンポンいて、それが我々だっていうことだからね、本当にね。まあ、まあそういう、なんていうかな、もっと大きなところから眺めていくと、何かがこう行き詰まることとか、まあ、例えば友達が死んだとかね、奥さんが死んだとかっていう時も、そういうところから眺めていってれば、別に、いや、なんていうかな、もうどうしたらいいんでしょう、わーって泣くとかもないわけよ。いや、いずれ死ぬんだからその通りになったのね、ぐらいの感じですよ。いや、本当にね。だから、その、ちっちゃいことにいち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 悩まないってことになってくるんですよ。でそういうことになるから、素直になおさら素直になるんですよ。なんでかっていうと、宇宙の法則にはそもそも抗えませんねっていうことになるわけですよ。だから宇宙の法則って何ですかっていうかなことを、今日の最後の一番大事な話なんですよね。これが人の意識とか魂とか心っていうのが宇宙の法則だと思ったら、むっちゃくちゃ分かりやすいと思いますよ。だからこれを何て言うのかな、その戒めるというか、人を傷つける行為をしてはいけませんっていうのがそこにたどり着くんですよ最後。だから簡単なことなんですよ。だからどっかの宗教入って何百万円めぐめとか壺買えとか、なんなアホみたいなこと言ってるからおかしなことになるんで、その誰かを幸せにするとか、誰かを助けるとか、誰かを何て言うかな、このな心穏やかになってもらう的な話って、何もお布施をするとかそういう話じゃなくて、お金あげるとかな、寄付するとかじゃなくて、その照らすってことやと思うな、やっぱ、はい、
なんていうか、そうでしょうね。真理というかな、まあ、それが本当なんか嘘なんか別としてよ、はい、自分で思い込むのは大事なことなんで、はい、これが真理だと思う。ただ唯一一つは死ぬってことは事実なんで、ここへどう向かうかっていう真理ですよ、最後はもう。うん、そこのゴールに向かってどう自分が生きていくかってところですよね。だからこのこういうことをしっかりとなんていうのかな、記述してる本ってのあんまりないよ。うん、だから要はまっちゃんは、あのまっちゃんが書く本というのはもう死をテーマにした本を書きたいですね。だから、ね、あの世の世界がどうやとか、この世の世界がどうやとか、うん、サンズの川がどうとか、ああいうのはあるんよ、いや、うん、あのあちらの世界はあるんでしょうか、うん、みたいな本って結構あるんだよ。うん、だそんなもん知ったところでどうしようもないんでね、実際問題です、うん、でも僕が思うに一番大事なところって、その死ぬ時、生きたか、生きてた時ですよ、生きてた時の魂ですよ、はい、でこれが豊かとか幸福なもんであれば、あっち行っても幸福やと思うんです。だってたその状態があるだけの話ですから、うん、でもこれが死ぬ間際に俺は不幸だ、また死にたくない、ああとか言ってると、そら不幸じゃない、不幸に行くでしょみたいな。そうですね、やっぱりまあそうだな、うんうん、だからもし続いてるとするならなおさらそう思いません？うん、うん、あるある。いやそこで途切れても、それ途切れていいやん。でももし仮に続いてる魂意識が続いてるんだれば、その肉体が打ち当てる時に、いやもうちょっと長生きしたい、もうちょっとあれ食いたかった、もうちょっとあの嫁を あいつはろくでなしだった、うちの子供は見舞いけへんかったとか、恨んで死んでいったら、そら不幸でしょ、その人ずっと。そうですね、うん、全く思ったので、うん、だからこの時点で、いや本当に幸せだったわ、みんなありがとう、宇宙さんありがとう、皆さんありがとうって死んでいけたら、ずっとその人幸せじゃないですか。これが最後ここにたどり着くしかもうないわけ、これ。うん、でもこういうことになるために日々頑張って生きていきましょうっていうだけやと思うんだけど、どう今日いい話しようかな、俺多分すごいいいの話だと思いますよ。はい、まずその宇宙っていう言葉をについて、分かる人と分からない人は差は激しいんですけど、分かる人はぜひ、それは感覚の世界でもあるんですけどね、それってね、なんかね、感じられる世界というか、理屈としてはそうだから、うん、だからもうね、理屈の時代じゃないんですって。感じる時代なんですって。だから感じろ感じろ、もう感じろ、メッセージを感じろって、それを素直に受け入れろって、これ似てる人分かってる人おると思うよ、本当に。もうへりくつ理屈嫌なんですよ、もうそんなね。もう分かってる人ぜひコメントしていいですよね、やっぱりね。直感はね、感じる的な方向ですよ。だから精神世界なんですよ、次は。まとまったでしょ。まとまりました。でだからこれを世界に引っ張っていけるのは日本しかないんですっていうことになるわけ、うん、世界中見渡すと、うんうん、もう無理なんですよ、日本人しか。もうボン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 発信していって、もう一人でも多くの人にその、メッセージを分かる人には届けていきたいですね、やっぱりね、本当に。だからこういう僕が言ってる的な話を外国人の人がチャット GPT を使ってこう翻訳してね見るみたいなとか、ね、まあ AI の時代くらいは自動翻訳して見てくれるから。そう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 、だから世界中に広げたいですよね、その思考をね。この内容の話はチャット GPT もちょっと手こずると思う。でもね、まっちゃんの今の言ってることが、もう本当に100人にだけしてあげれば日本変わりますからね、それだけでね。分かってる人結構おるよ、でも感覚的に。うん、感覚的にでしょ、うん。だからね、今日の、まあ、これで終わりましょう。一番大事な大テーマはね、はい、もう本当に死には必ず G100% 向かっていってるんで、進んでいってるんですよね。はい、だからそこをちょっと意識するってことですよ。死を意識するってことですね、うん、はい、意識する。だから死ぬ間際ですよ、はい、そこで良かったわと思えるように何を今やっていくかっていうことですよ。ってなると、あんまり物質的な方向へね、こう頭がいかないんですよ。うんうん、どちらかというと、うんうん、まあ、自我はあるよ、これのさっきも、これは仕方ないんで、うんうん、ただあんまりね、その物質的なものが蓄えようってなくなっていくわけよ。どうせ死ぬんやから意味ないよねってなるわけでしょ。昔の人言ったじゃないですか、持って死なれへんって。まあ人間はどうせ死ぬからね、本当ね。で持って死なれへんし、いろんな人の話聞くでしょ。中途半端に置いていくと兄弟喧嘩起こるとかな、子供の。そうですね。揉め事になる元やから。うん。だから
ちょっとだけね、本当死っていうのをきちっと、なんていうかな、事実を見つめてっていうか考えて、あと自分はじゃあどうすれば本当に、豊か、幸せ。でもね、これね、人に喜んでもらうことが自分の幸せなんですわな、本当はもうそれしかないよな、これ結局。あれ、映し鏡みたいなもんって言ったでしょ？言いまだしたね。からブーメランなんで、人が幸せになると自分にも返ってくるみたいな話になってくるわ、これ。ああ、自分も人に対して幸せを渡して、それを受け取ってくるっていう循環ですからね。その循環ですよ。だから、アホな政治家みたいな、俺だけってやってると、最後、詰まって終わりみたいなことになる。で、奥さんに逃げられて、子供にも逃げられて、葬式に、死ぬ間際には坊さんにも唾吐かれてみたいなことになるわけ。本当ですね。だから本当に、あれはどういうことかというと、地位と名誉だけ追いかけた結果ですよ。だから結局はね、もう本当に、そうでしょ？だから、そうですね。もう一回言うけど、地位と名誉と金だけ追いかけた結果があれなんですよ。で、その地位と名誉と金持って死なれへんからね、あの世に行か何れへんもから。ね、結局そんなのは持っていけないし、逆にそんなのなんてなかったら何も生まれませんからね。そう、それあの世行って三途の川渡るときにね、なんか検問所みたいにとこにおる、立ってる女の人が、私の地位持ってきましたやったら、何ですか、それって言って、蹴られるみたいな、首蹴るみたいな。地位なんてね、向こうにはあんまり意味をなさないですからね。何の意味もないよ。あるのはこっちの世界だけの話なんで、現実的なだけなんで。あの世の大事なのは綺麗な魂だけみたいな。っていう世界の世界、全世界が次はその世界に入るんですよ。そう、これ世みんな界ちょっにと、ちょっと突入する。信じられへんと思うね、みんな。信じられへんと思うけど、そっちに行くんですよ、もう。それしか方法がないのよ、もうこれ。だから素晴らしい時代なんですよ。それの先陣切っていきますよ、私たち、みたいな。っていう感じかな。わかりました。今日もありがとうございます。今日だいぶ頑張ったけどな。今日、すごく、確信をついた内容だったので、ままたた、来ま週た、もぜひ、お願いしぜます。ひ、コメントを待ちしてます。今日、あ、そうそう、コメントいっぱいお願いいたします。本当によろしくお願いいたしコます。メント、コメントお願いします。はい、はい、ではでじゃあ、は、これで終わでります。は、はい、はい、さよなら。はい。バイ。